はい、今日2人だけだからもっと強く叩かないとダメです。この2人だけでね神クイズをやるっていうのは初めてなんです実はね、はい、神様余裕ぶつ、ね、初めてでしたっけ、うん、多分初めてです。あれですね、みんな TGS で疲れて倒れてしまって平民がいなくなってしまったので、やる気出せよ、頑張りました、こう強く叩いて元気出せよ、入れてこんな感じで頑張りたいと思います。コリアコリア。神様が考えているゲームを20問以内に当てられるかどうかというクイズですが、はい、準備よろしいですか。はい、大丈夫です。なんか考えたんですね今日。はい、いいですか俺から。どうぞ。俺も実は考えてる。今回は2人なんで、2人の兄弟みたいなことを僕は考えてます。ブラザーズ2人の息子、マリオとルイージみたいな、マリオとルイージみたいな、まあどっちも何でもいいです。はい、このゲームに兄弟がいるキャラクター登場しますか。兄弟兄弟がいるキャラクター。兄弟、わかんないな。僕ら兄弟じゃないんですけどね。じゃあマリオじゃねえんだな。マリオ系ではねえんだな。マリオではない。まずね、調べるってことはキャラがいっぱいいる。他の場合はシーマンではない。シーマンはキャラ、まあ、兄弟いないでしょうね多分。兄弟がいるキャラクター、ブラザーズでもないわ、ね、龍が如くもありえない。キリュウちゃんっているんですか。いやでもほら兄弟はあの世界の中ではまた別の意味。ああそうか、そうあるわけでしょ、いろんな兄弟がね。そうそうそう。それ入るのかどうかも微妙なとこだけど。あとなんだろう、まあ、キャラクターが明確にある場合ですよね、兄弟が基本的に。もうそうだね。ライフストレンジとかいるかどうかすれば迷いそうなタイトル。微妙。マックスは一人っ子ですか。兄弟います。兄弟いる。はい、います。で次俺が聞きたかったこと聞いていいですか。はい、何でしょう。とこのゲームはリマスターとかも含めて、うん、今回の TGS に出展されていましたか。いいえ、出展されていません。このゲーム。そう。TGS リマスターも含め。このゲームなし。なるほど。兄弟いるってことはキャラがいっぱいいて、うん、調べるってことはキャラいっぱいいるってことね。多分アドベンチャーゲームの匂いがするな。兄弟いるんでしょう。まあキャラクター性が基本はっきりして、まあ、シューティングとかって多分ないんですよだからね。まあ、あとレースゲーム、レースゲームとか、まあだから、ロボゲーとかも消えますよ。絶対ないとは言えないけどね。でもまあ、まあ、多分その方向性としてはそっちじゃない可能性が高い。何がいいかな。あ、このゲームは2人同時プレイはありますか。はい、2人同時はないです。ない、2人同時って別で人間、別に対戦でも教育でも何でもいいですけど、2人同時にプレイすることはできますか。ない、うん、ない、ないです。やっぱアドベンチャーゲームかどうか聞きたいな。会話選択肢あるかどうか聞く。結構攻めます。いいんじゃないですか。このゲームに会話の選択肢は発生しますか。ちょっと調べますね。ライフステージではない。あったかな。アドベンチャーじゃないんじゃないですか。アドベンチャーではなさそうだな。まあ、サウンドノベルとか選択肢ないものも結構あるっちゃあるけど、でもデフォはありますよね。あるよね、うん、ドラクエでもはい、いいえぐらいはあるからね。あれ会話の選択肢って言っていいの。会話なのかっていう感じしますよ。ドラクエとかはね、一応入る、ね、一方的に感がすごい。じゃあいいえと即答、ゼルダとかも、ね、即答はできない、ね、ゼルダあったっけ。はい、いいえ、あるね、あるね。まあ世界をこれをこれをすか、はい、やるのか、いいえ、本当にいいのか、いいえみたいな。あるね。すごい、あの大きなこと、その君は世界を救えますかって聞かれるの、すごい軽く、はい。会話に選択性はないです。ない。ない。じゃあ、アドベンチャー寄りではなさそう。ボイスあるかどうかって聞いてみていいですか。このゲームのキャラクターは、喋りますか。ボイス付きですか。喋らないです。喋んない。なんかやっぱちょっとこの兄弟はあれだな。このこのゲームは右アナログスティックでカメラ操作できますか。できたかな。ちょっと待って。あったはず。あったはずなんですけど、マリオじゃないんだね。微妙なタイトルだなこれ。なんか兄弟という設定はあるのに。あの会話はない。そう、会話あるかもしれない。まあ、喋らない。いや、あと喋らない。喋らないはあくまでボイスですから。ボイスがないからね。あのテキストだけかもしれない。ドラゴンクエスト11、過ぎ去りし時を求めて S ではない。まあそうですね。でも、うん、過ぎ去りし時を求めての可能性は一応ある。まあ、いや、会話選択肢だから、はい、いいえある。あ、そっか。まあ、TGS 出ちゃった。そうそう。カメラ操作もある。TGS も出てる。まあ、TGS 出てるかどうか微妙なところ。カメラ操作はあります。あるある。なんだろうな。
国産かどうか聞く？聞きますか、うん、このゲームは国産タイトルですか、開発、うん、開発は国産です。国内パブ、ちょっと方向が難しいな、これは。今分かってることは、日本のゲームで兄弟がいて、日本のゲーム無言が多いからな。で、会話の選択肢もない。そもそも会話あるのか、カメラ動かすんだから。まあ、でも竜が如くではないわけですよね。ない、絶対。で、結構だから最近のゲームはさすがにあるものがほとんどだからね。まあ、ボイスなしは珍しいですよね、最近は。むしろね、ドラゴンクエストの可能性意外に嫌だからないか。 RPG 系とかだな。まあゼルダとかもそうだな。まあ、そんなメジャーなものを選んでくるとは思わないけどね。うん、何ですかね。時代、うん、攻めますか。ちょっとまだ広いですもんね、全然。攻め方が難しいの。どれぐらいの感じだと思います。右かアナログがあるから、その古いってことはない。このゲームのコントローラーが振動するかどうか。振動しないものありますよ、右アナログ操作できて。ああ、そうか。右スティックあったら大体震えちゃうもん。そう。ビータみたいな。ブイタぐらいだよね。まあ、あんま聞く意味ないですね。そう。で、そう考えるとそこそこ新しい。いや、そうですよ。まあ、古くはないってことですね。うん、PS2 以降。古くないけど、ちょっとそのスタイルが古いかも。声がないから。2010?10? ですか？にしますか。はい、このゲームの発売は、初出ですね、10月じゃねえや、2010年1月1日より前ですか。2010年1月1日より前ですね。はい、前、まあ、現行機ではない。古いですね。で、右スティックでカメラ操作するけどボイスはないって結構難しいけどな。ロストオデッセイとかってボイスある？いや、あるロストではあれですよ、豊川悦司がね。いや、もうだからその世代の RPG とかじゃないでしょ、さすがに。あるでしょ、ボイス。ブルードラゴン？ブルードラゴンもちょっと考えたけど、あれは会話選択肢とかあるんじゃないかな。前も言ったけど、ファントムダストとか。ファントムダストは2人同時プレイあるんじゃないですか。あるのか。そうか、カードないかも。わかんない。微妙なところ。兄弟いる？兄弟わかんないな。兄弟。いや、ボイスあると思うんだよな、ファントムダスト。さすがに無言でカードの技出すってあんま考えてない。無言で逆に、だから無言だとあんまないっていう。無言のゲームなんて珍しいですよね。 3D 空間で戦ったりしたら無言のはずないし、そうそう、カットシーンも多分ないんですよ。まあ、いや、気合ぐらいはあるかもよ。でも、そのちゃんとした会話で喋るってのはない。ウホウホみたいな、ウォルヤーみたいな喋ってないボイスでしょ、明らかに。格ゲー、リリースティックでカメラ2人同時ないし。そっか。リズムゲームとか音ゲー、カメラ操作はないでしょ、基本的に。そっか、レズだったらある。レズ、ね、人工キャラクターとかの設定、レズは一応今のところ当てはまるんじゃないですか。右アナログは初出の時はないんだけどね、ドリキャスだから。あれ、ドリキャスが初出なんですね。そのはず。PS2 だと思ってた。とりあえずはスペースチャンネルとか、まあ、プレイスチャンネルはある形で一応 TDS に出展してたので。スペースチャンネル、まあ、そこら辺のラインか。シリーズ展開してるかどうか聞きましょう。このゲームはシリーズ展開していますか。シリーズ展開はしていません。シリーズしてない。でスペースチャンネル、まあ喋るけど。で、レーズンも一応アウトだよね。そうですね。単品バレットウィッチか。D2 の食卓。バレットウィッチこの後だな。D の食卓？いや、実展開してないか、食卓は。してますよね。2は、はい。エネミーゼロがしてないだけで D の食卓は確かあるんじゃないですか。そうか。ドリキュアスあるよ。で、最初あのサタンだもんね。だ、あそこら辺か。まあ、でバイオハザードとか絶対しゃべるの。やっぱもうちょっと時代、もう一回さらに2005とかで聞く。2005よりあとだと、まあ、初代 PS1 の後の方。あ、じゃあ6とかで聞く。6だったら PS3 発売するとしてだ、まあ、ハードもう決め打ちって言ってもいいかもしれないですね。はいはい、それいいかもしれないです。どのハード？プレステ系？ PS だと思うんだよな。
じゃあもう決め打ちで3とか2とかで聞くわけ。3って何年ですかあれ発売。2006だったと思うな。6。じゃあ一応3も入ってくるのか。全然東京ジャングルじゃないですか。東京ジャングル、ああ、カメラない、動かしますか、分かりません、分かんない。シリーズではないっすね。兄弟いんのあれ。兄弟兄弟はいるんですもんね。いないじゃなくているんだもんな。そう、いるいる。いるだと結構限られる。まあ、あれでも子孫を残すゲームだから双子が生まれたりするとかってことありそうだもん、ね、兄弟いそう。あれ会話の選択肢は多分ないっすね。ない、喋らないな、間違いない。そう、国内開発。主人公人間かどうか聞く。聞きましょう。人型。そう、人型。このゲームの主人公は人型キャラクターですか。人型、あ、人型、うん、人型だと思います。違った。人型、うん、人型でしょう。ちなみに犬は人型ではありません、はい、もちろん犬は違いますよ。主人公人型じゃ、人型なんですね。人型です、はいはい、人型っていると思う。人なのかな。でも喋んないんだもんな。あ、悪魔とか。でもね、普通の思いっきし人間って感じではなさそうな、順調なイメージがしてきた俺。人型っぽいロボットみたいなんじゃないですか。あの可能性もあるし、アンドロイドとかで喋んないっていう理由があるべきだと思うんだよな。あと何、塊魂が、ああ、カメラ操作ないよね。そうなんですよね。右アナログで迷ったんってことは結構ギリギリなラインなんだろうね。だからプレステ2の可能性、プレステ2かどうか聞いちゃう。聞いちゃいますか。このゲームの初出はプレイステーション2ですか。いや違います。初出ではない。はい。じゃあ1なの。サルゲッチュ。3の可能性は。サルゲッチュ。サルゲッチュってカメラ操作あるんですか。いや、あれは初めてアナログスティックを使った。あ、そう、サルゲッチュか。今モンキーボール操作してた。そう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 。サルゲッチュはいいかな。サルゲッチュ2人同時プレイとかありそうな気がする。うん。主人公人型ですね。うん、サル。そう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 。え、兄弟いるのあれ。サルいっぱいいるから兄弟。兄弟いるんすかね。か主人公サルゲッチュはあれ男の子ですよね。よく。そうですそうですそうです。サルじゃないですね。サルではない。まあサルも人型ですけど、ね。でもシリーズじゃないんですよ。サルゲッチュ。あ、そうだった。うかつだ。え、シリーズ展開してて人型で右捨てでカメラ操作。プレステ2じゃないんだってさ。どっち古いのかな、新しいのかな。右アナログ。ちょっとプレステ2じゃないとするならばどう。 PS2 なのかな。じゃあ1なのかな。1か3か別か。任天堂系の可能性もあるわけです。そう、任天堂系の可能性もある。ゲームキューブのバテンカイトスとか。バテンカイトスバテンカイトス、まあ微妙なラインですね。ボイスないかもしれないな、時代的に考えて。そう、主人公明確に人型ですよね、あれ。だってシリーズ展開してる。知ってる？バテンカイトス2ありますよね。え、そう。え、あるでしょ。あんの？え、俺の勘違い。あると思うんですけど。ないと思うんだけど。あったっけ？ないはず。そうなんだ。あると思ってた。俺が間違ってるかもしれない。じゃあ RPG かどうか聞いちゃう？まあ、RPG かどうかで回答がさっと出てくるのかどうかわかんないです。そうだね。まあアクション。経験値。ジャンプレベル。レベル。あ、まあ、ジャンプでも、ジャンプあるなしで、まあ、アクションかどうか分かりますからね。このゲームに、ボタン入力によるジャンプはありますか。ジャンプなかったと思うんだよな。微妙。微妙なんだ。じゃあ、RPG 的な方向なんですかね。そうだろうね。まあ、アドベンチャー的な方向もありっちゃありか。あれとか、なんだっけ。アナザーコード。なんだっけ、それ。プレステ2だ、ね、いや DS ですね、それは、ね、DS カメラ、右スティックカメラないからなレベル5系。ローグギャラクシー。ローグギャラクシーね。ジャンプある気がする。あれあるんですか。あれアクション RPG だからな。ジャンプはないはずです。はい、ジャンプなし、うん、ジャンプなしと。バテンカイトス怪しいんじゃないの。それバテンカイトス、じゃあバテンカイトス方面で攻めます。じゃあ、レベルの概念、レベル上げしますかと。レベルの概念、まあ、レベルの概念は分かりやすいですね。大体レベルって明確に言うでしょうから。
このゲームにレベルの概念はありますか？あります。ある、うん、RPG、 RPG っぽくなってきましたね。カードがあるかどうかかなり決め打ちですね。もうバテン解説ですね実質。まあなさっき話題に出たやつもあるじゃん。なんだっけ、なんですか RPG？ そう、さっきもう一つカードの RPG、 何なんだっけ忘れた。フロムだったら、あファンタムダストだ。あ、ファントムダスト、 あれレベルあったのかな。微妙ないか、微妙な、あったようなないような、よくわかんない。バテンカイトス RP、 いやもうちょっとここまで来たらやっぱシステムだな、プラットフォーム、うんうん、プレステ2以外とは任天堂プラットフォームかどうか聞く。そうですね、任天堂かどうか聞きましょう。このゲームの初出プラットフォームは任天堂プラットフォームですか？任天堂です。任天堂プラットフォーム近くなってきた。ああ、あ違うな、あれは試練はシリーズ戦かし、あれがある。その WiiU でファイアエンブレムとペルソナがあかメガテンだったの、コラボしたやつ。そんなんありました？ありますよ。全然記憶にないな。野口さんが好き。Wii、WiiU、任天堂プラットフォームの WiiU はありえない。そうダメだ、2010年より前だから WiiU はありえなくて。じゃあ Wii ってことですか？ Wii かゲームキューブ。キューブ、キューブだったらバテンカイトスが上がる、 あるわけだね。まあキューブかどうか聞いちゃう？聞いちゃいますか、せっかくここに来たから。ゲームキューブですか素質？ゲームキューブではないです。 Wii だ。キューブ素質じゃない。じゃあバテンカイトスじゃないですね。そうなるともう Wii しかないわけで。 Wii のレベルあるんですよ。 3DS もないね。 Wii だね。ラストストーリーとかありましたね。まあ、右スティックって Wii あるんですか？プロコン使えばあるよ。でシリーズ展開はしてない。 Wii 初出でラストストーリー。そのゲーム、ラストストーリー、ラストストーリー、ラストストーリー、ボイスさんじゃないですか？そうだね、ボイスあるね。まあだから任天堂、あ任天堂系の RPG、 マリオ&ルイージー RPG、 まあでも兄弟、兄弟いるけどさこっちもいるよ。でも調べないよね。まあ調べないですね。兄弟そういるんだもんな。そうゾンビ言うかなと思ったけど兄弟いないよな多分。あれ Wii 確認する必要ある？もう決定でいい。あとは DS っていうか携帯機ってことですか？でもカメラ操作できないじゃん。そっか、DS はないですもんね。 DS はないし64もないから、でゲームキューブじゃないから Wii しかありえない。なんだあれは、あれあれでも多分2010年より後だね。あでもそうしかもシリーズなんでもないです。任天堂どこのパブリッシャー開発、クリスタル、クリスタルクロニクル、ああれ、FF？ あれキューブか、キューブだな。まあ、キューブですね。でもなんか FF のスピンオフとかも考える。あドラゴンクエストソードとか。ドラクエソード、あれレベルあるのかな。レベルあるですかね、わかんないな。スピンオフかどうか、メインエントリー。でもシリーズ展開してないんですよ。どういうシリーズ展開で、どういう意味で言ってるかっていうところなんで、まあ、ドラクエシリーズかって言われたらドラクエシリーズじゃないよな確かに。そうソードって1しか出てないんですかと思うよ。主人公は人型、ジャンプなし、レベル、レベルまあありそうだよな。ポケモン系とかもないか、シリーズ、シリーズじゃない単 単品のポケモンだと難しいですよね。 Wii の単品のゲームで違うな。 Wii スポーツレベルない。兄弟いない。いるかも。何、むずいな。あれはキャプテンなんだっけ、あのヒーローもの、キャプテンレインボー。ああキャプテンレインボー。キャプテンレインボー、会話の選択肢多分あるんじゃないですか。 ありそう。ないのかな。声はない。声はない、まあ、テキスト出る系。そう兄弟はなんか調べたらいいそう。レベルあるんですか、あれ。あんのかな、なんかありそうな微妙なとこですね。あった気がする。なんだこれ、不思議なゲームだな。パブリッシャーどこなんだろう。ゴーバケーション、あ、まあ、でもそれはあれだもん、今回スイッチで出て出展もされてたから DJS に。パブリッシャーカプコンの何か。カプコン
スッと浮かばないな、カプコン。ウィー最初すごいいろいろ出てたからな。エレビッツじゃないか。エレビッツ日本じゃないよね、開発。あ、そう、あれ国外なのか。あ、日本じゃないですか、わかんない、わかんない適当に言ったね。え、右スティックでカメラって感じじゃないもんな。なんだこれ、兄弟いるんですよ。兄弟、兄弟は調べたから忘れた方がいいかも。でレベルがある。 RPG 出たっけラストストーリーとゼノブレード以外出てこないんだけど V の RPG ラストストーリーなんかいきます。じゃあラストストーリーは2010年だったと記憶してんだよね俺。お、物覚えがいいですね。じゃあダメじゃないですか。そうな、なんか見逃してるのかな。任天堂パブリッシャーかどうか、まあ、任天堂なのかどうか気になりますよね。一気に忘れられるから聞いちゃいますか。このゲームのパブリッシャーは任天堂ですか。任天堂パブリッシャーではないです。違う、それ大きいね。任天堂、スクエニックスとかは。スクエニさん出してるっけ。ノブさんまたチョコボ攻め。なんかチョコボのゲームあるなんだろう。あ、え、あ、なんか RPG あった。それマイナーの RPG。どういう、どういうタイトルが出てこないな。 Wii の RPG あったタイトル出てこねえな。どういう、どこの。いや、すげえマイナーなもの。あ、タイトル出てこない。いや、諦めた方がいいね。だ、出てこない。王様物語みたいなラインじゃん。マベ。あ、王様物語怪しいんじゃないですか。怪しいんですかね。あんま自信ないな。兄弟とかいいのかな。まあいい、兄弟のキャラは出そうですね。まあキャラク、なんて聞きゃいいんだろうそれ王様物語だともう王様って窮地になっちゃう。そうだね、あんま端から攻めるの難しいですね。シャワーを埋めるのは難しい。王様ですか。あれシリーズ、シリーズ出てない。じゃないよね。そう、移植みたいなの多分あるんですよね。そうそう、パワープワみたいなの。王様怪しいんじゃないの。じゃあ一個使っちゃいます。どうやって。主人公は王様ですかまあいいんじゃないこのゲームの、このゲームに王様出るかどうか。いや、 RPG みんな出るからダメダメ主人公レベルあんのかなこのゲームの主人公は王様ですか。主人公ですよね。はい、主人公。王様じゃないんだよ。違うんだ。王様ではないです。え、でもなんか主人公ですよねみたいな。もしかしたら王様物語、王様じゃないだろあれ王様っぽいっすよね。まあ若いけど一個無駄に使ってしまった主人公王様ゲームだってそうそうないよ。今の回答はちょっと怪しいな。そう、意味ありげでしたよね。じゃあもう若、どうしようもなかった王様物語聞けばで行けや。あ、うん、アタックすれば。王様物語は男性じゃないじゃん。うん、で男性かどうか聞く。男性バトルがあるかどうか、はい、あ、まあいいんじゃないですか。このゲームに男性バトルはありますか。このゲームは男性バトルです。です、はい。王様違うよね。違いますねあれそんなバトルみたいな感じじゃない。男性バトルのゲームなんだね。何これ。だ Wii で忘れ、 ラスストストーリーは男性、男性じゃないっすね。男性、まあ微妙なくらいですね、まあ、男性ではないって言っていいと思う。男性バトルがある。ああ、俺のあの RPG なんそう、さっき思い出しそうだった。なんか主人公ちょっとロンゲーで、主人公がロンゲで、そうそこまで覚えてる。ちょっとなんか見た目わかる。空飛んでたりしてるんで見た目わかる。空飛んでる、うん、そんな、え、乗ってんすか、なんかにだった気がする。あ、ごめんなさい、戦闘なんですけど、はい、厳密には時間ずっと進行してるのでアクティブタイムバトル、男性とはちょっと言えないです。え、ば、あの、王様物語ってどんなバトルだっけ。いや、あれあんまバトル、なんか変則なアドベンチャーみたいな感じじゃないじゃないですか。あれでも主人公王様じゃないんですよ、まずいや、それが間違えてる可能性あるわけです僕らがね。そうそうえ、あのマーベラスとかあの辺って他にないから。そう、その辺確かマーベラスだった気がするな、あの RPG 俺が考えてるやつ。あ、それも、うん、何マーベラスかどうか聞く。でもそれ分かんないでしょ。タイトルが出てこない。どんなやつですか。
でもやってないから JRPG って感じ。あの唯一すごい記憶に一番あるのが IGN 本家の人はレビューの中に、うん、僕は初めて JRPG をプレイするんだけれどもって言ってめちゃくちゃバッシングされたっていうのがすごい記憶に残ってます。なんでお前 JRPG やったことないのにレビューするんだみたいななった記憶がある。シリーズそれしか記憶にない。レベルはある。単性バトルっぽい感じ、うん、オンライン RPG ドラッグウェイ10 2012年 だシリーズでしょまず。そうだね。そんなナンバーがついてるのは基本ダメですよ。オンライン、なんとか2オンライン要素あるかどうか聞く。オンライン要素いやないでしょう。なんか Wii だもんね。なんだろう、そのマーベラスの RPG 気になるな。まあまあでもすごいマイナーだからさすがにそれじゃないとは思うけど、うん、なんかこの時さ Wii が一番盛り上がってる時に Wii だけのためのゲームって結構 あったわけじゃん。まあありますね。そんなマシンパワー出せるわけでもないし。何2人とも知らないゲームで勝つパターンじゃないですかこれ。うーん、そう信じたい。あの RPG だったら負けるから一応知ってたっていう。もうあと2問しかないもんな。任天堂開発パブリッシャーではない。任天堂ではない。カプコンとかなんか RPG 出してた RPG、うん、ないよね。ありましたっけ。ビューティフルジョー。セガは完全シリーズだ。セガかソニック RPG みたいな何か。ベセスタ開発してたよねあれ確か。でベセスタじゃなかったっけ。ベセスタバイオウェアか。バイオウェアだソニックの RPG作ってたんですか。そうらしいよ。ゲームアドバンス。あとなんだっけな。ソニックリュウ。何？セガ系だとレベルあるんだもんな。レベル。マーベラスかどうか聞こう。聞こう。マーベラスですか。このゲームの販売は。マーベラスではありません。まあじゃあいろいろ忘れていいんだね。そうそう、僕らが今思い描いた2つは忘れていいですね。最後の質問。じゃあもう完全に見逃してる何かなんじゃないですか。フロムの何か。ウィーじゃない説は。ウィーじゃない説はありえるんですか。任天堂プラットフォームですからゲームキューブではない。なおかつ Wii は2012年発売だから違う。3DS は2011年だからありえず、DS とかはアナログスティックはないので、単品の不思議のダンジョンみたいなのないのか。ああ、兄弟いるんだよな。アトラス系は？アトラス？アトラスはでもどっちかっていうと携帯機だと思うんですよね。まあ任天堂に関しては、うん、忘れてるだけかもしれないけど。SRPG はなんかシミュレーション系で、あのずっと一応時間が進んでるんだねあれは。単性ラストストーリー。ラストストーリーはどこなんですか。パブリッシャーミストウォーカーでしょ。それデベロッパーじゃないですか。あ、そっか。パブリッシャーは AQ かどうかかな。もうダメだ。ラストストーリーとりあえず今当てはまってるんですか。いやだから2012年だと思う。あ、年がダメなのか。そう、まあ、年がダメなのは結構クリティカルですね。そこまで覚えてるなら。そうそう。何ゼロ系は。ゼロはねレベルはあるかな。さあ声ありますね。声は確実にあります。兄弟いるけど。兄弟はね、まあ、基本いますね。でもシリーズだもんな。ホラー系は。ホラーサイレントヒルとか、まあ、シリーズですな。シリーズだもんな。フラジールとかあれレベルねえよな多分。わかんねえな。あと1問もあるのに。だもうRPG でしょ。だってバテンカイトスじゃないじゃん。バテンカイトスって惜しい気がするな雰囲気的に。バテンカイトス的なゲームですか。どう答え。答えられない。
シリーズ。スクエアニックスってなんかその Wii のために RPG 作った、いや出してそうなんだよな、そう忘れてんのかな。 Wii のパポロクロイス RPG、 俺なんかすげえ好きそうな励み落としてる気がするんだよね。さんほら Wii の好きなゲーム思い出してくださいよ。俺 Wii の好きなゲームとかあんまパッと出てこないもんな。これバブルはありえないでしょ。当時プレイしたゲーム、ゼルダ、マリオ、フォーエバブル、任天堂系になっちゃうな。そうなんですよ。お大玉キャプテンレインボーはだから任天堂がパビッシュですし、うん、RPG あった、何嘘のゲームで、ま、このゲームは嘘のゲームです。バトルじゃなかったりして、そのバトルシステム、その戦いではないスポーツ RPG とか。スポーツ RPG 何ですかそれ。新しい概念、イナズマイレブンね、そういう流れのものだったりするか。あんまその剣とか魔法で戦うみたいなじゃない何かってことね。まあありえますね。ありえるけどタイトルは分からない。ノーマーヒーローズはいいね、ジャンプあるし声もあるだろうし。ノーマーヒーローズ、須田さんの何か、いつも最後なんか手がなくなった時に須田さんの何か須田さん何かだと、まあ、須田さんでも Wii ではでも あの人なんかレベルのレベル上げのするゲーム作らない気がする。そっかそうだな。いやこれもうバンジキュースじゃねえかなこれね。え分かんない、買わないっすもん。 RP スクエニックかどうか聞く。このゲームのパブリッシャーはスクエアエニックスですか。スクエアエニックスではありません。えなんか全然近づいてないんだけどインディーとかその Wii のなんかそのダウンロードタイトルレベルあるやつね、うん、スクエアではない。いや20個コナミはコナミボンバーマン RPG そんなものね、コナミ RPG あんのかな。あんまイメージないですね。ないね。まあ幻想水溝であります。ああ幻想水溝であります、まあドラキュラもレベルはあるけど。そうだね。でもシリーズ展開してないやつでここで Wii のためにドラキュラみたいに出すってあるのかな。 3D のドラキュラ大体ジャンプすると思うんだよな。ドラキュラジャンプしないやつないもんなきっと。まあ確かにアナザーコード今入ってたやつね。そうそういう路線アドベンチャー系。分かんないなぁ。任天堂だしね、あれ一応。そうですね。あれフラジャイルは？そうフラジャイルは、うん、あ一回言ったっけ？そうまあでもレベルとか多分ないんじゃない？あると思うよ。ありそう。フラジャイルいきます？フラジャイルしかないんだよ。なんだっけフラジャイルなんとかの廃墟とかですね。なんてのはそれで。せーのフラジャイルですか？なんとかの廃墟ですか？違います。だー違うよ。なんだよ恥ずかしいよ。それではちょっと有名なネタを一つ披露しようと思います。ヒントがある。よくこの動画を見てくれた、視聴者の皆さんにはオプーナを買う権利を与えよう。あーオプーナかー難しい。感髄するしプレッシャーは光栄ですね。光栄ですね。そう光栄です。Wii ですね。2007年発売ですね。ツイッターアカウントが突然出てきた。出てきた。そう最近、ね、今の有名なネタは、ね、その当時のキャッチフレーズかな。もうキャッチフレーズとか、まあ、完全に、まあ、ある掲示板の方々が遊んでそういうフレーズを作って、まあ、オプーナがすごいその金額を投資していきなりこういうなんか謎のキャラクターで攻めてきたので、まあ、当時みんなびっくりしたって。びっくりしたっていう。我々にプレイする権利ないですね。いやオプーナか知ってるゲームだったな。詳しくは知らないけど。そうですよね。多分皆さん知ってると思うんですよ。ボイスはないんですかね。なさそう確かに。俺も知ってるだけだね。はい、兄弟いるのか。面白いの。いや僕も知ってるだけ。割と面白いっていう評判いいですよね。気がしますね。いやー難しかったな。なかなかいいチョイスですね。これはプレス2のイメージがなぜか。なるほど。参りました。ありがとうございます。残念。ありがとうございました。失礼します。